多くの人が希望の眼差しで聖火を見守る中、颯爽と駆け抜ける聖火ランナー。敗戦からの復興を遂げた日本で、1964年に開かれた東京オリンピック聖火リレーの写真です。この企画展は有田町教育委員会が開いたもので、会場には町民などが持っていた1964年の東京オリンピック聖火リレーの写真やユニフォームのほか、来年の聖火リレーで使用される予定のトーチなどおよそ60点が展示されています。世界中がこの新型コロナウイルスの不安とか閉塞感と戦っています。そんな中でこの写真をご覧いただいて、何かこう次に向かうですね、希望のその心のスイッチを入れていただくような、きっかけになればいいなと思ってます。企画展は今月16日まで開催されます。